じゃあスタートします。ちなみに何ができるのか何を操作するのかすら何も情報がない。まあ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 、とりあえずやってみよう。動けることしか分かんない。ちょっと待って、だから周りを見渡すこと、あ、なんかカチャ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 言ってんな。 できることがないから外に出るしかない。別の人の部屋か。402、うん、お、会議室に行って何か、うん、今日はみんなで休みだぜみたいなのを忘れたと。そうそうそう、同僚は誰もいないと、うん、会議室に行かないとね、とりあえず、まあ、そうだね、会議室に行かないっていう選択肢はないんでしょう。あ、そっか、もう開いている扉しか行けないんだ。左の方のドアに入りましたって、なんで指示されなきゃいけないんだよ。どういうこと。いや、それなら自動で動かしてよ。え、なんで、なんで今これ自由を与えられてるの。いやいや、ちょ待ってよ、これ何、性格診断とか最後出るんでしょ。あなたは右を選んだ、あなたは天の弱ですねとか知ってるんだから。まあでもね、そこはね、素直に行こうよ、うん、なんか行くんだっけ、的なことが書いてあった。だからさ、下に行けるのに上の階に向かいましたって書かないで。いや怖いな、なんかなんか悪くない、ありますよね。なにこれ、怖い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 。え、怖っ、なんか迫ってくる音がする気がする。え、なにこれ、後戻りできないんだよ多分、さっきから勝手にドア閉まってるけどさ。いや、同僚たちがみんなさ、驚いた、パンパンパン、コングラチュレーションみたいなのないの。うっと、だからさ、スタンリー、扉閉めるときは言ってくれよ。ああ、なんでナレーションがそれを答えてんの。スタンリーがそのこと知るはずもないな。しかもなんか適当にやって当たりかけてたじゃん俺。お、信じられない、ラッキーじゃん。なんだこれ、なんだこ れ, これ、今のが正しい暗証番号だったんだ。今のナレーションマジ気持ち悪かった。なんか自分のやってる行動の前にやろうとしてることとか、その状況と似つかわしくないナレーションを受けると、なんだろう、すごく違和感を感じる。自分が自分じゃないみたいな。上司の秘密の部屋、たまたま暗証番号をね当てられてラッキーだったけども、たまたまじゃないんだよ、ね、これなんだこれ、今誰が言ってるんだこれ。つまり今やっと、うっと、指示待ち人間スタンリーさんは、うん、自分自身で行動するという性の喜びを知り出したと。そう、誰の指示を受けることもなく、いや指示受けてるんだよ。ここで宣言します。ああ、ナレーションより先に動く。うおうおもうナレーションが言うより前で、いや、しない、知らない知らない、なんだマインドコントロールって。脱出、エスケープって書いてあったね。この通路の終わりでスタンリーは非業の死を遂げ、知らん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 、遂げないから、言われたから遂げないのよスタンリーは。これさ、うん、俺多分だけど、うん、今俺が言ってるルートあるじゃん、うん、予想していい、うん、当たるわ、うん、これ言ったらゴールでしょ、正しい正規ルートな気がする。だから本当は一発目で出しちゃいけないゴールに今俺たどり着こうとしてる感がちょっとある。ふーん、じゃあ進めば。彼は己の思う向くがままに進んだことによって、え、何これ、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 いや何これ、ちょっとどこ今、左右。スタンリーの終わりへとじりじり近づいていたとき、自分の人生何もない。これ今どこだ、何どうなってるの。あ、じゃあ前があるよ。なんだこの機械。ああ。ちょ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 。これは死ぬな。いやいや、受け入れるな。まだある。まだある、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 まだある。いやいや、ちょっと待ってくれ、気持ち悪い気持ち悪い、怖い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 、まだあるって。俺はスタンリー、